こんにちは、つまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルを略してシェアピの楽しさをお伝えするシェアピエビ。本日は私のマスクコレクションを通してシェアピをお伝えしたいと思います。はい、ということで、なぜこの動画を撮ろうかと思ったかと言いますと、本日ですね、5月中旬ですけれども、じゃじゃーん、届いたんです。フェデックスで。ちょっと待った、頑張ります。なんだっけ、バンクーバー水族館です。カナダのバンクーバー水族館が新型コロナウイルスの影響で休館していて潰れそうだということで、地元のスポーツチームと協力してかっこいいマスクを売り出すというのを応援しようと思って買ったんですけれども、すごく丁寧にですね、メールが何回か来ましたよ。そろそろ発送準備が整いましたとか、発送しましたとか、結構関心、まあ自動なんでしょうけど感心しました。で、届いたんです、フェデックスで。ちょっとね、住所はガムテで適当に隠してますけど、ちょっと開けてみたいと思います。ちなみにですね、まあ海外からというか、よそから届いたものはうちは玄関で全部消毒しますので、ちょっと高齢の猫さんがいますのでね、映らないね。こっちも外側は消毒済みなんですけれども、内側も消毒すべくちゃんと待機の上開けてみたいと思います。ちなみにハサミもカエルさんです。わかるかな、カエルさんです。じゃあ、なんかでも、中身切っちゃっても嫌だよね。すごい端っこ切るよっよっ。よいしょ。うわ、結構ギリギリに入ってた、怖い。お、いやー、ワクワク。いやー、来たー。クラゲさんバージョンとバンクーバー水族館のロゴバージョンです。きゃー、いいですねー、いいですねー。だけど承諾します。はい、こちらがクラゲさんバージョンですね。なんか内側こんなになってて、ここに何でしょう、なんか袋になってるけど、さらに入れると飛び散らないよってことかな。これがそのスポーツチームのロゴ、ホワイトキャップス FC フットボールクラブから、それに適当見ちゃったけど、水クラゲさんでしょうか。水クラゲさんバージョンどうでしょう。うんとね、 M ぐらいを買ったのかな。ちっさちっさなんかちょっとちっさ。さすがカナダの人、顔ちっさいんですか。ちっさ、ちょっと耳が折れちゃうぐらいちっさ。残念、だって外国の方の L とかってでかいと思うじゃん。こんな感じ、ちょっと耳頑張れ、こんな感じですよ。なんか悪い人みたいかな、ちょっと黒いから。でもおしゃれですね。洗って縮むことはあれ、伸びることはないでしょうけど、伸びないから痛くはないですね。いや、サイズわかんないもんすね。ちゃんとね、今日はここにこう設置しました。で、次こっちね、水族館と FC のロゴ。そっか、違うサイズ買ってみればよかったのか。あれ、こっちは結構サクッといったぞ。ん、作りの問題ですか。こんな感じ、大きくていいっすね。布だけどちゃんと顎まで入って、あ、いいね、楽ちんですよこれ。結構耳も、お、かっこいい、いいね。$19.99、カナダドルでしたので1500いくらだと思います。後ろ向いて喋んなって感じ。ちょっとマナちゃんにかけさせていただいてね。で、さらにね、なんか入ってるんで、ちょっと見たいと思います。まあ、領収書と、これね、サンキュー、ありがとう。こうなるとね、ちょっと行ってみたくなりますよね。で、裏も、ありがとう。珍しく、名前が入りませんね。海外の、こういうのは必ず、サンキューつまきとかディアつまきとかって感心するんですけど、珍しくちょっとやっぱり、まあね、そんなちょっと暇はなかったかもしれないですけど、さすが、わかります、映ります、わかるかな、
FSC 認証紙ですね。まあ多分ね、ミックスだと思うんですよ。ミックスね。FSC 認証、持続可能な森林経営による木材から作った素材をミックスして作った紙。ね。あの、商品の向こう側を考えるですね。あ、そういう持続可能な森林経営をしているということは、そこで、なんか環境破壊とかが行われていないので、きっと動物さんにとっても嬉しいことが多いはずの山になっているはずということで、その応援にもなる紙。さすがね。まあ、この FSC 認証を使っているところが多いと思いますけど、こういうのが来ました。そしてですね、追加でちょっとお伝えしたいことを発見しました。このバンクーバー水族館のお礼のカードですね。後ろの、ここね、なんて書いてあるのかなって、ちょっとさっき読みようって感じですけど、真面目に読んだらですね、わかります？Thank you for making a difference in our community って書いてあるんですよね。この make a difference っていうのをすごくね、海外の沿岸では見るんですけれども、まあ、直訳すればね、違いを作るですけれども、意味的には状況を変えようっていうようなメッセージで make a difference っていうのはよく聞かれます。こういうのはね、沿岸が言うっていうのがすごく大事だと思うんですよね。今回は、まあ、インヤマコミュニティなんで、その野生動物さんの保全とかいうよりは、この現状の新型コロナウイルスで困っている現状をまあ変えようっていう意味かなって、よく読まずにあれですけど言ってますけど、まあ、基本的にね、海外の沿岸で言ってる時はその動物さん、野生動物さんの状況を変えようっていうことでメイクアディファレンスっていうのをよく言いますし、そのまあ言葉じゃなくてね、そうやって状況を変えましょうっていうのが沿岸の仕事だっていうこと、この意識が日本の沿岸にすごくまだまだ足りないことだと思うんですよね。何かこうしましょうって強く言うのダメみたいな空気ありますよね、日本って。でも沿岸っていうのは、沿岸って、あの、沿岸等動物施設ですから、動物施設全部ですけれども、その意味で沿岸は状況を変えるのがお仕事ですね。動物さんとずっとこの地球で一緒に幸せに暮らしていける、そういう発想を持った人を育てるのが仕事ですので、そういう状況を変えようとか、ね、それをそのなんか説教臭く思われるのも嫌だっていうのもあると思うんで、私は楽しい、それは楽しいことなんですよっていう風な切り口でシェアピっていうのでお伝えしております。ですので、いろんなね、切り口あると思うんですよ。別に上から目線でもなく、説教臭くもなく、すごく楽しいこととして状況を変える楽しさ、状況を変えること楽しもうよっていうのを、沿岸だからこそ発信できることでもありますので、ぜひね、こういうの参考にしてどんどん発信していただきたいと思います。まあ、沿岸の方見たければこういうのももちろんお見せできますのでね、あとはどうやって楽しく伝えるかなんていうのは私の仕事ですので、で最後は宣伝になってしまいますけれども、本当にね、そんな風にこういう、だから沿岸、日本の沿岸もこういうね、かっちょいいマスクとか、かわいいマスクとか、オーガニックコットンで保全教育の意識につながる商品とかね、そういうのをどんどん出すというのも本当おすすめです。ということでした。はい、では、私の今持っている布マスクコレクションはこれで揃いました。何個あるかっていうと、1個とこれが3つだから1、2、3、4、5、6、7個。7枚持っております。まず一番最初こちら、ちなみにこのマグネットはロンドン動物園のトラさん SOS マグネットです。よいしょ。で、肝心の、布マスクはこちらですね。ホッキョクグマさん、かわいいでしょ。これはちょっと前まで表参道で動物園展っていう企画展を仲間とやってたんですよ。自分のも作った自作のグッズを売るんですけど、ただ売るイベントじゃなくて、沿岸への関心を高めたりする、沿岸につなげるイベントをしてたんですね。その時に参加者のマダムが作って売られてたんですけど、こんな可愛いのに400円だったんですよ。もう大量に買わせていただきたいです。これもね、布だけど大きいし、すごくしやすくて、すごい気に入って、もうむっちゃしてたんで、もうだいぶ、でもね、しっかりしてますよね。もう何年も前ですよ。すごい可愛いっしょ。お気に入り。はい、そして次はですね、自分でネットで探して買った こちら。これ、豚さん。これ、
オーガニックコットンの布マスク、もうこれももうずいぶん前に買ったんで、もう全然覚えてませんね。何年も何年も前です。オーガニックコットンですので、このコットンを作る際に農薬とか除草剤とか、そういう現地の人や動物さんや水や空気や虫さんや菌さんや、そういう方に被害が及ぶ確率が多分相当低いであろうものですね。まあ、オーガニックって言っても実はね、使っていい農薬とかあったりする、認証もあったりするので、細かくね見る必要はあるんですけど、まあでもオーガニックコットンのマスク3点セット、無地と丸、まあ、ドット柄としましま柄、もちろんね柄はありますけど、染料を使ってるわけじゃなくて、ほぼほぼそのまま生成りっていうんですか、このそのまま。例えばね、これは本当にもう普段からマスクしてるんで、ずーっと使ってます。こんな感じ。まあね、まあ横、まあでも横もそんなに空いちゃわないですよ。それに今は、この中にね、ペタって貼って、より飛ばないようにするもんとか売ってるんで、そういうの貼って使ったりしてます。これほんと、買っといてよかった。大昔ですけど。はい。そして、こちらですよ、こちら。あ、このマグネットはね、多分ね、群馬サファリパークのショップで買って、もうオリジナルじゃないと思うんですけど、すごいね、出来がいいんで、うっかり買いました。すごい可愛い。シロサイさんですね、シロサイさん。シロサイさんとクロサイさんの見分け方は、口が横に平らいのシロサイさんですよ。このワイドをホワイトと言い間違えてシロサイさんだっていうのが定説ですので、口がこうとんがってると、こういう葉っぱを食べるクロサイさんで、横に広いとシロサイさんです。ね、かわいいっしょ、これ。で、これですよ、これ。マナちゃん、マナティさん。いや、かわいい。で、このマナティさんのね、マスクね、どうしたかっていうと、マナティーさん友達のようこさんって方が作りましたって SNS に上げていたんですよね。マスクがすごい足りない時に。でもすごい可愛くって、理性吹き飛んで、そのマスク不足のあの辺りの時にですね、欲しいって 言っちゃって、我ながら非常識なこと言ったなと思うんですけど、すごいいい方なんで、すぐ送ってくださって、ありがとうございます。超お気に入りです。可愛いでしょ。この元々の手ぬぐいを作ったのもマナティ友達のたっちゃんなんですけれども、それを塗ってこうマスクにしてくれたと。柄がね、ちょっと違うのがいたりして、すごく可愛いんですよ。ね、マスクね、意外なことでちょっと需要が急に伸びましたけど、こうみんなで楽しんでいる流れがいいっすよね、本当に。で、普段からね、やっぱりすればインフルエンザとかも防いだ方がいいですし、マスクの楽しみ増えました。そしてコレクション増えました。ね、サイさんにちょっとかけさせて。サイさんにはかけてないですよ。サイさんの後ろに。ちょっとこうマナちゃんにかかっちゃったけど。ということで、あ、これはね、オオサンショウウオさんですね。海の長道海浜公園の水族館マリンワールド。で、オオサンいないんだけれども、ショップで見て、ヒヤーって買っちゃったっていうオオサンマグネット。オオサンマグネットもぜひ見てください。オーサンマグネット、この透明な感じはね、オーサンっぽさが出てて素敵な一品でございます。ということで、現在の布マスクコレクションでした。はい、そして本日の動物さんクイズは、自分で描いた油絵、こちら何の動物さんでしょう。アナグマさんでした。アナグマさんはね、本当にすごく家族仲良しの動物さんですので、家族と過ごすという選択肢を用意してあげてほしいと思います。ということで、本日もご覧いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。